Aisai Air のアプリとシャープキャップを使ったねアプリで今朝は通知シャアトラス彗星を捉えることができました。こんにちは、スミヤです。今日は通知シャアトラス彗星についてです。今朝ね、10月2日の午前4時から5時過ぎぐらいまで通知シャアトラス彗星がライブ配信できました。シースターとかね、ドワーフ3でも撮ろうと思ったんですが、なかなかね、スマート望遠鏡で撮るよりも、もっと簡単に撮る方法があったので、紹介したいと思います。まずね、ドブソニアン望遠鏡で大口径で撮りたかったんですが、低い位置だとね、見えないので、仕方なく、鏡頭の上に乗っているファインダー台座に FMA135 を乗せてですね、そこにウラヌス C という CMOS カメラをつけて撮影しました。で、フィルターはですね、サイトロンジャパンのコメットバンドパスフィルターを使いました。シンスキャンアプリでもですね、通知シャアトラス彗星導入はできるんですけれども、地平線より下の場合には導入できないんですね。それで仕方なく、プラネタリウムソフトのステラリウムを使ってシンスキャンを操作して、そしてこのドブソニアン望遠鏡を彗星の近くまで移動していくというやり方を取りました。最初はね、獅子座の一等星のレグルスのあたりを導入して、そこからだんだんね、下の星に移動して、通知シャアトラス彗星の核がまだ地平線の下にあったんですけれども、そのすぐ上のね、八等星ぐらいの星を導入をして、通知シャアトラス彗星が下の方に移るようにして導入をしたらうまくいきましたね。スマート望遠鏡だとね、地平線の下は導入できないんですね。プレートソルビングで位置を確認するという作業が入るので、まあその近くの星まで行けばいいんですけれども、手動でやればいいんですけれども、シースターよりもね、このドブソニアン望遠鏡の方がプラネタリウムソフトのステラリウムと同期できる機能が使いやすいので、今までもそれを使ってきたので、通知シャアトラス彗星のすぐ上のね、星まで導入して、尾が先に入るようにしてみました。最初はね、4時ぐらいから4時半ぐらいまでは曇っていたのでね、全然入らなかったんですね。で、4時半過ぎてやっとね、通知シャアトラス彗星のあたりが突然晴れてきて、奇跡的に晴れてきたので、映ったんですね。ちょうどね、小学校の校舎の脇にある赤と白の鉄塔があるんですけども、その鉄塔のてっぺんにね、赤いライトがついてるんですね。で、ちょうどその赤いライトのすぐそば、赤いライトの中からね、通知シャアトラス彗星の核、中心が出てくるような感じで、あ、これ彗星じゃないかなと思って見ていたら、だんだん尾が見えてきて、校舎の端っこに一旦隠れるんですけれども、その後ね、校舎の上に出てきた彗星が、かなりね、尾がはっきりしっかり見えて、捉えることができました。このドブソニアン望遠鏡が一番活躍してくれたんですが、その後ね、ここにある AM5 赤道儀を使ってですね、Aisai Air Mini のね、導入で、通知シャアトラス彗星を導入しました。そして、シャープスター130で、APS-C サイズの Aisai2600MC Pro で、通知シャアトラス彗星を捉えました。もう明るくなってきたので、暗い天体を撮るにはね、ビニングを上げた方がいいだろうということで、ビニングを最初は4にして、その後3にしたりもしたんですけれども、かなりね、強制的に明るさを増幅して撮影しました。1秒とか2秒だとね、リアルタイムで映らないので、5秒ぐらいの露出時間を設けて、ビニング4で撮りました。ビニング4ですから16倍になるのか？ 5 秒の16倍ですから、1分ぐらいの露光に近い明るさまでね、ぐーっと持ち上げて、なんとか撮影することができました。シャープスター130はね、広角ですし、Aisai2600MC Pro も広角で撮れるので、かなりね、
長い斧全体が入るかと思ったんですが、上の方に映っていたので、上の方に映っていたのをデジタルズームしてですね、それで中央に持ってきて見やすいようにしてライブ配信をやっていました。 Acai Air のアプリとシャープキャップを使ったねアプリで、今朝は通勤シャンアトラス彗星を捉えることができました。4度か5度ぐらいまで上がるとシースターでもね導入できたんですけれども、その頃にはねもう空がかなり明るくなっていたので、シースターのアプリ上はね導入は成功したというふうに表示されているんですけれども、明るくしすぎてスマホの画面になんか映らないという感じになってました。ドワーフ3はこの同じ屋上でスマホに捉えて、でそのスマホからですね出たデータを J5 Create っていうところから、新しく出たですねスマホタブレットを充電しながら HDMI 大画面にミラーリングできますよというのを買いました。 4K HDMI でキャプチャーできるようですね。 Type-C を HDMI に変換するアダプターですね。これをここにつないで、でここに HDMI ケーブルを差し込む口があるので、ここに HDMI ケーブルを10メートルのものを差し込んで、パソコンにキャプチャーボードを通して取り込むと。操作は屋上に来てやらなきゃいけないので、本来はねドワーフ3は広角でも撮れるので非常に彗星には適していると思うんですけれども、天体のリストの中に彗星が入ってないのでね、もうすぐできるようになるのかもしれませんが、今のところできないような感じなので、そんな感じでやってました。給電してやるっていうことでね、こうつないでですね、こっちが HDMI でこっちが給電のケーブルで、スマホでドワーフ3の画像を映しながら配信してました。昨日の夜から初めてドワーフ3をライブ配信で使い始めました。シースターは今ここにあるんですけれども、あそこのペントハウスの上にねこの三脚に乗せて持って行って撮影をしようと思って運んでました。はい、こんな感じでね、この上で撮影をするということで、向こうの校舎のね脇から出てくるので映りやすいんじゃないかと思ってね。シースターとかねドワーフ3はコンパクトで軽いので、こういうねはしごを登って上に置くっていう手もありますので、これからもねそれにチャレンジしていきたいと思っています。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録してまた通勤シャンアトラス彗星ライブのベルマークよろしくお願いします。見逃さないようにね。